さて、皆さんはアリが蜜をつかんでいる様子をご覧になったことがあるでしょうか。顎を器用に使って蜜を運ぶアリたち。今回この行動に関する世界初となる発見が岡山大学とスイスの大学による国際共同研究で見つかりました。実はこのような生態を持つ一部のアリは液体のある特徴に合わせて行動を使い分けているというんです。液体を顎でつかみ大事そうに抱えています。主に沖縄に生息するトゲオオハリアリは液体の餌を巣に持ち帰るとき顎でつかんで運ぶことが知られていて、2019年には岡山大学農学部の藤岡助教が飲み込んで体に蓄えて運ぶこともできることを発見しています。今回藤岡助教はアリがどのような場合に液体をつかみ飲み込むのか、その使い分けに興味を持ち、ある特徴に気づいたといいます。糖度が高いでドロドロした液体を昆虫が飲むのってもっと時間がかかるっていうことが言われていまして、飲むのが大変になっているときはもう掴んで運ぶっていうような切り替えをしているっていう。液体の糖度やそれに伴う粘り気が運搬方法の使い分けに関わっているのではと考えた藤岡助教。実験の結果、液体の粘り気の程度によって飲むか掴むかの行動が変化することを発見し、粘り気が強いとき掴む行動を取ることが多いと分かりました。また糖度が上がり粘り気が強くなるほど飲み込むスピードが遅くなることも判明。トゲオオハリアリは飲むのに時間がかかる場合、液体を掴むなど効率的に運び方を使い分けていることが分かったのです。そもそもなぜ液体をつかめるのか。トゲオオハリアリは液体の特性を巧みに利用しているといいます。大顎で液体をつかむ、挟めるっていうのがすごい面白いと私は思っているんですよ。液体の物理的な特性とかも聞いてくるので、その辺を考えているのが結構大変だったというか、頭が痛くなっていました。トゲオオハリアリが顎でつかむ液体の量はおよそ1マイクロリットルと極めて小さく、液体に表面張力が働くためこの不思議な現象が成立するといいます。研究を通じ藤岡助教は奥深きアリの世界にすっかり魅了されてしまったといいます。アリとはですね、結構長い、まあまあ長くなってきた付き合いなので、結構うまく言うこと聞いてくれてるなっていう気持ちの方が強いんですが、奥深すぎてアリに詳しいなんて言えないなって。分かってることをやるだけではつまらないので、分からないことを解明していくのはすごく楽しいです。液体の餌を粘り気の程度によって掴んで運ぶか飲み込んで運ぶかを使い分けているトゲオオハリアリ。今回の発見が未だ謎の多いアリの生態のさらなる解明につながることが期待されています。液体を掴んで運ぶというアリの特殊な生態に関する今回の研究なんですが、映像でもご紹介しましたが、アリの中には液体を巣に運ぶときに飲み込んで胃の中に溜めて運ぶアリと、大顎で掴んで運ぶアリ両方がいるということなんです。でこのトゲオオハリアリ、ちょっと名前も難しいですが、トゲオオハリアリのように飲むことも掴むこともできるアリはとても珍しいということで、そのトゲオオハリアリが運び方を使い分ける際の鍵となっていたのが粘り気ということなんです。でこの糖度が上がり粘り気が強くなるほど飲むスピードが遅くなるため、運び方を効率的に分けているというのが今回の研究結果というわけなんです。いや、この世界初の発見ということで、身近でまだわからないことも多いですけど、こういった身近なこともしっかり観察してみるのもありかもしれませんよね。そうですね。以上、アリの生態についてお伝えしました。